ケーストリーム。こんにちは。今日のプログラムは、はじめに大瀬優子のおいしいサロン、ゲストは UDCK ディレクターの豊田亜美さんです。前半後半の間に柏の葉ニュース、そして最後にノリリンのガーデン朗読。今日の作品はアスペルギルスです。それでは大瀬先生、よろしくお願いいたします。大瀬優子のおいしいサロン、今日のゲストはですね、 UDCK ディレクター豊田亜美さんです。よろしくお願いします。もう亜美さんっていうか亜美ちゃんってずっと言ってるからね。そうですね、亜美ちゃんできますけどね。はい、はい、では UDCK7 月から移動になったと。そうですね、それまで柏駅周辺の街づくりで、お仕事させていただいてたんですけれども、はい、7月から UDCK に着任というような言い方をしてるんですが、来ました。よろしくお願いします。はい、柏の葉のね、はい、あの駅のキャンバス駅の前にありますけど、はい、その中で来たばっかりなのに、はい、UDCK とは何ぞやを私は聞かなきゃいけないんですけど、説明していただきましょうかね。はい、はい、まだ2ヶ月入って2ヶ月なので、ちょっと間違えてたらご容赦いただきたいんですけれども、はい、ご説明させていただきます。はい、UDCK というのは街づくりの拠点なんですけれども、その中でも非常に新しい形態を取っている団体です。で、平たく言いますと、柏の葉キャンパス駅と柏田中駅の周辺ですね、他の地域も入ってますけれども、そこを含んだ地域の街づくりの拠点となる場所です。で、公民学連携というような言い方をしているんですけれども、こちらですね、こちらで説明させていただいているんですけれども、公民学で、公が市役所とか、県の行政関係と、あとは公という意味で NPO ですね、そういったもの、民というのが、市民、民間企業ですね、商店街とかも入ってます。学が、大学またはそれに準ずるような研究機関ですとか専門機関というような、この3者が連携し合って、皆さんで知識とか、まあ、資金だったり人だったり、そういったものを提供して、このエリアをどうやったらよくできるかとか、または新しいことを始めたいんだけれども、どこがどうやって担っていったらいけるのかっていうものを話し合ったりすることが中心になっています。で、こちら手に持っているのが UDCK でお配りしているパンフレットなので、皆さんもしご興味あったらぜひ来ていただきたいんですけれども、はい、こんなにたくさんの事業をしています。で、もう一つ一つも私もまだうまく説明できないような状態なんですけれども、こう1,2,3,4 となっていて、学習研究提案というような教育的な部分ですとか、または研究ですね、この町の将来を考えるようなことをやっていたり、あとは実証実験で新しい交通のシステムですとか、新しい取り組みを、もう日本でも世界でも先駆けてやるようなこと。で、3番がデザインマネジメントなので、例えばこう景観を良くする、緑を絶やさずに置くですとか、あとは派手な広告をちょっと控えてもらうような条例を作ったり、それを推進したりということと、あと最後はエリアマネジメントで、このケーストリームさんもその中に一つ入ってますけれども、町のクラブ活動だったり、イベントだったり、そうですね、市民とどうやってこのエリアをやるようにするかっていうことを、やっています。はい、で、このまま続けていいですか。いいですよ。はい、で、私が今一番目下取り組んでいるのが、こちらの UDCK まちづくりスクールというものです。で、こちらは、UDCK が始まって8年ぐらい経つんですけれども、ずっと続いているもので、年に2回テーマを変えながらやっています。で、この秋にやるのがコミュニティデザインをテーマにしますね。で、コミュニティっていうのが、共同体で、このようなケーストリームさんの団体もコミュニティですし、大きく言えば柏市とか日本っていうのも共同体っていうような言い方ができるんですが、そのコミュニティが、例えばこうやって、なんか皆さん目の前にいるので思わず言ってしまうんですけども、こう活動していく中で、例えば誰か一人抜けてしまった、でもその時に例えばカメラマンさんが抜けてしまったけれども、どういうふうにうまくやっていくかとか、あと新しい人をどう入れて、こう常にこう生き生きしたコミュニティにどうやったらなるかっていうことを、専門の先生をお呼びして皆さんで考えていきたいなと思っています。で、こちらが締め切りが10月の2日
2日まで、はい、始まるのが10月4日ですので、うん、ぜひ受講生大募集中ですのでぜひ来ていただけたらなと思います、はい、市民の方が3分の1ぐらいで、うん、遠方から来てくださる行政関係だったりまたちょっと専門の方だったりが3分の1とか3分の2とかそれぐらいですかね、いろいろな方が、年代もそれぞれ混じってくる楽しい勉強会ですので、うん、ぜひ気軽に来ていただけたらなと思います、ね、はい、この見てたらこの前ゲストに来てくださった篠原さんが、はい、ママティの代表の篠原さんも先生になるんですね、はい、そうですね、4回講座の中の、うん、篠原さん出ていただくの第2回なんですけれども、うん、必ず1回は自分の町の取り組み、柏の葉のコミュニティデザインの取り組みの例として、ママティの代表の篠原さんに来ていただくことになってますので、ぜひお越しください。その他にもたくさん出口さんとかもそうですし、そうですね、はい、ね、志村田先生ですとか、はい、楽しそうですね、はい、ね、コミュニティを学ぶ、うん、ね、そうですね、他にも経営サロンというのもあるんじゃない、はい、そうですね、もう一つ、ね、私の方で担当しているのが経営サロンという町の交流会なんですけれども、うん、毎月の、最終水曜日、第4水曜日だったり、うん、第5水曜日だったりするんですけれども、はい、の夜に UDCK で行ってます、うん、でも本当にざっくばらんとした、交流会ですね、うん、もう立食でもうちょっとしたこう、はい、軽食だけ用意して皆さんでワイワイ集まって、はい、その中には UDCK の関係の人もいますし、うん、企業さんもいますし大学の先生もいるし市民の方もいる、はい、そういった人たちがこう仕事抜きで、はい、この街こうなったら面白いんじゃないとかそういう話をもっとこうしてどんどんできるような場所として、はい、テーマを設けずにやっています。で時々テーマを設けてやっていて、うん、今月の末がピノキオプロジェクトの皆さんにゲストに来ていただいて、うん、まあ、今までこういうことをやってきた、はい、であと今年も11月の23日にやりますので、うん、はい、今年はこういうことをやろうと思ってるって、はい、で今年はなんか夏に合宿をメンバーでしたそうで、その話も非常に聞いたら面白い、はい、本当に面白かったので、うん、ドラマがたくさんあって、うん、でもうそのなんていうかスタッフさんがかなり大きくなってるんですよね、はい、高校生ですとか、はい、でその子たちが、東北に行って何を感じてきたのか、うん、そういったことも聞けたらいいなと思ってますので、うん、はい、毎月やってますのでぜひ気軽に覗いてください。はい、でもあれですね、 UDCK はその主催で何をするというよりもいろんなところのこう、うん、そうです、人たちの考えとか、そうです、そうです、なんですかね、思いとかを形にする、うん、ね、きっかけを作る場所なのかしら。そうですね、みんなでこうこれをやりたいっていうアイデアだとか、うん、そういった条件を集めて、うん、もうなんとか調整をするコーディネートをするっていうのが UDCK の一番の、うん、役目だと思っています、うんうん、なので実際は自分たちが自分たちで全部やってるものって一つもないのかもしれない、うんうん、自分の施設を開けるぐらいですかね、はい、はい、そんな感じなんですけれども、うん、はい、皆さんにご協力いただきながら、うん、良い方向にまたは、はい、やりたいものが実現できるように、うん、っていうようにこうアシストをするような役目を持っています、うん、そしたら自分でこんなことやりたいんだけどって持ち込んでもいいの企画？そうですね、結構来てくださっていて、はい、本当に大きなものすごく大きな提案から、はい、少し実現できそうなこういうものを作りたいんだけどっていうような提案をいただいていて、うん、ものによっては例えばこんな大きい建物建てたいとかいう提案はさすがに私たちだけではどうにもできないので、はい、まあ、近い方をご紹介させていただいたり、うん、で例えばフリーペーパーを作りたい、うん、こういう企画があるんだっていう方には、うん、今こういうふうにやったら予算組ができるのでうちから予算だけは出せるので、うん、そちらさんで一緒にやりませんかって、うん、もっか企画中のものがあったりですとか、うん、そういったようにできるのでぜひ提案があれば UDCK に来て一緒に、ね、はい、相談に乗っていただけるといいなって、うん、一緒によくしていただけるといいなって思ってます、はい、そうですね、でもね参加したりとかそうやってこう自分の街をこう良くしたいとかいう思いが、うん、そこで反映されるともっと、うん、こう好きになりますね、その街が、ね、そうですよね、うん、街にどういう人がいるかっていうのも知ってほしいし、うん、街がどういうふうに活動が今行われてるかっていうのを知るだけでもすごく刺激になると思うんで、はい、はい、気軽に来てください、あみちゃんもいます、はいはい、あみちゃんもいます。なかなか入りにくい建物なんですけれどもいやいやいや、ね、綺麗になってものすごい綺麗ですよね、綺麗になって、はい、本当にでも駅から目の前ちょっと歩いマクドナルドを越えて歩いていた、はい、そうですね、線路沿いに歩いた建物の1階ですので、うん、はい、UDCK って緑の、こう
ロゴが、ロゴの看板がありますので、そこが UDCK ですので、ね、はい、なんかやっとこう、うん、すっきりした感じ。今までね、UDCK ってどういうのとか言われてもなかなか私も答えられなかったし、はい、何かこう用がないのに入っていけないんじゃないかとか思うけど、亜美、うん、ちゃんに会いに来れるっていう、はい、いやそれだけじゃなくて、はい、何か楽しい自分の思いを、うん、そう、街に関係あることなら何でもって感じですね、うん、行けたらいいのかなと思ったら、はい、だいぶ間口が広がりました。遊びに来てください。はい、はいはい、ではその後後半にはさらに亜美ちゃんの、街づくりに興味を持ったきっかけなどを聞きたいと思います。ではありがとうございます。ありがとうございます。それでは今日の柏の葉ニュースをお願いいたします。はい、では9月の23日柏の葉キャンパス駅西口にありますコイル柏の葉オープンイノベーションラボで行われます、テレビでおなじみの津田大輔さん、入江一馬さんと考えるこれからの町の育て方アイデアソンのイベントのご紹介です。日時は先ほど申しましたように23日11時から先ほどのコイルのスタジオで、こちらは建物6階にございます。こちらで行われます。参加費ですが1,000円で、お申し込み先はこちらのアドレスにお願いいたします。内容はこのアイデアソンというのはアイデアとマラソンを足した造語で、先ほどの入江さんそして津田大輔さんのトークセッションの後、皆さんこの町の魅力、より魅力的な町づくりについてのアイデアを話し合うという、そういうイベントですね。でこちらにですね、参加費1000円ということなんですが、ここで大変なお知らせがございます。と言いますのは、Kストリームを見たと言って、こちらの ilie@witan.co.jp の方にお名前と電話番号をメールしていただきますと、この参加費が無料になるという特典がございます。ぜひこちらの近隣お住まいの方、皆さん これからのこの街づくりについてたくさんのアイデアを出し合ってみませんか。どうぞご参加お待ちしております。これで柏の葉ニュースを終わります。引き続き大瀬優子のおいしいサロンをお楽しみください。はい、後半です。はい、UDCK ディレクター豊田亜美ちゃん、はい、よろしくお願いします。先ほども言いましたけど、まちづくりに興味を持ったきっかけ、はい、はい、興味といいますか、もともとが私芸術大学が出身でして、アートマネジメントっていうものを専攻していました。でまだまだそれも新しい単語なんですけれども、アーティストさんが作品を作るっていうのが私の仕事じゃなくて、それを支援する、サポートする、はい、それを例えば市民と一緒に作品を作りたいですとか、外で展示をしたい、公の場で展示をしたいっていう風になった時のコーディネートをするのが私のアートマネジメントっていう学問だったんですね、はいはい、なので学生時代から結構外で街で活動させてもらっていて、学生の時は茨城県の取手市っていうところをメインにして活動してたんです、はい、でそこがさっき話した UDCK となんかそっくりになってしまうんですけれども、はい、大学のそこは芸術大学の先生と、はい、取手の市民の方、まあ、取手じゃない人もいるんですけれども、主婦の方だったり、社会サラリーマンの方だったり、リタイア世代のおじさまだったり、そういう人と、あと市役所の人ですね、はい、そこの中では、はい、っていうようにいろいろな団体が連携してそのトリデアートプロジェクトっていうところで、はい、集まってきていて、そこでプロジェクトをやっていたんですね、はい、でそんなこんなやってるうちに卒業するときに、そのつながりで柏のアートライン柏っていうところとも、はい、企画を出させてもらったりスタッフとして働いてたりしたんですけれども、アートより街づくりの方が面白いよって今 の, そのアートライン柏の代表の石戸さんという方に会いまして、はい、あそうなのかと思って、あじゃあ柏で働けるものでしたら働きたいですというような流れから、今、私が UDCK の所にも所属しているんですけれども、はい、柏市まちづくり公社というところの市の外郭団体に所属してまして、うん、そちらで働けることになったっていうことなんですね、
はい、ね、似てるような似てないような、いやいやいやアートラインでも随分ねいろんなことを街の中でやってきたんだよね、はい、そうですね、あのアートライン柏は柏駅の周辺が、あの、うん、メインの会場になっているので、はい、それこそあのダブルデッキと呼ばれる、駅から出たペデストリアンデッキの上でライブパフォーマンスをやったりだとか、はい、あとは高島屋のステーションモールの中で大きなアート作品をこう吊り下げたりですとか、あとはギャラリーを使って合宿みたいなイベントをやったりですとか、うん、結構あのはちゃめちゃなことをやらせてもらいました、面白いよね、はい、自由にやらせてもらいまして、面白いでしょ、だから大学に行った時に、はい、あの芸大に行ってるんですけど、うん、作品を作ったりしてないんだよね、作ったこともないですし作りたいとも思ったこともなくて、もともとその支援したいっていう気持ちが高校生の時から裏方志向だったんですよ、うん、で裏方かっこいいんだよね、そうそう裏方がかっこいいと思って、今日もみんなかっこいいって言ってるんだよねそうそうそう、やっぱね後ろでいる人が私はいいと思っていて、ね、はい、でまあ、メインでいる人はもちろんかっこいいのは当たり前なんだけれども、うん、あのそのきっかけが中学校とか高校でライブとか行くじゃないですか、コンサートに、でその時にあのなんかそれのドキュメントビデオとかがあって、裏方がこうなんかかっこよく仕事してるんですよ、なんかあの大きい PA 機材運んだりとか、あれにかっこいいと思ってしまって照明とかね、そうそう、それが元々の発端なんですよ。なのでまあその時は音楽だったんですけれども、なんかこう表現する場の裏方で働いてる人になりたいっていうのはずっとあったんですよね。でそれが巡り巡ってアートになって今は街づくりになってっていう感じで、スタンスはずっと一緒なんですね。まあ、基本的には人が好きなんだねそうそうそう、人が作り出す何かのところを支援していくっていう、はい、そうでちょっと人の役に立ちたいっていうのもやっぱりあるのかなと思ってるんですけど、なんかこう話していく中で進んでいくもの、あの形にならなくてもなんか活動になったりとか、そういうのがすごく私にとって嬉しいんだと思います。毎日楽しいですね。そうですね。ところがね、最近じゃないな、4月に結婚したんだよね。そうですそうです、あのそれもそのご縁のつながり、ご縁のつながり、仕事のご縁のつながりで、はい、なんと結婚できまして。よかった。はい。みんなに驚かれながら。なんでそう？結婚しないかと思ったの？そうなの？可愛いから大丈夫よ。そう。でそれで、結婚することをきっかけに料理も作るようになった。そう。あの、ね、本当に当たり前ですけど。暮らすようになったので生活が一変しまして笑ってますね、はい、で料理もちろんやっぱ女なので主になって作らねばならんと思い、もともとお菓子作りが私好きだったんですよ。それこそ小学校の頃からお菓子作って、うん、でお菓子作るその時間が好きだったんですよね、うん、なんかのんびりしてて自分のペースでできて、はい、なんだけどそれを料理っていうのになって、うん、なんかこう仕事から帰ってきて、そうそう仕事から帰ってきて早く作れるものじゃないといけないんだけど、うん、そんなに手際も良くなくてみたいなのを毎日右往左往して、うん、今6ヶ月経ってないですね、5ヶ月とか。でも偉いね、頑張ってるねで、はい、その時になんか柏のいや食材を使ってっていうのも聞きましたが、そうそうそう、で、2つあって、はい、まず最初は、はい、あの UDCK に7月から勤務するようになって、うん、思ったよりもあのもらい物、あのお野菜もらうとか結構あるんですよいや前の時も結構あったんですけど、もともとそういう性質なので、うん、集めちゃうのかもしれないんですけど、うん、あんな綺麗な事務所でも意外と差し入れは来るんだと思って、野菜ね、そうそう、隣のオークビレッジさんが台風の前の日にもうあの明日になったら台風で落ちちゃうからって言ってミニトマトすごいいっぱいくれたりとか、あとその働いてるスタッフがみょうが育てたとかね、あとなんだっけ、インゲン多かったですね、本当今年インゲン、そういろんな人からもらって、もう冷凍したり何したり煮たりなんかこういろいろしたりっていう感じ、消費するのに一生懸命、あとあの実家からも、あのそれは柏じゃないんですけど、旦那さんの実家の方が野菜育ててるので、うん、ナス、キュウリ、トマト、あとお米もそうですけど、うん、それは本当豊富で、いっぱい来たのね。でそうすると今まで自分がこう選んで作るわけじゃないから、うん、なんかしなきゃいけないじゃないですか、消費しなきゃ、知らないでいっぱいあるから次の使い方しないといけないじゃないですか、うんうんうん、で周りの人にちょっとナスすごい余ってるんですけどとか、うん、インゲン冷凍したけどまだあるんですけど、うん、みたいな感じで相談して、うん、新しいメニューがね増えていくっていうのが今の現状で、あの周りに大変お世話になっています。あともう一つは、
あともう一つは、去年 の, その、UTCK に来る前が柏市まちづくり公社で勤務していて、あの柏の魅力的な人を紹介するリレーインタビューっていうのをウェブサイトでずっとやってたんですね。でそこで紹介してもらった一人が柏田中農園の松本さんっていうすごい素敵な男性の方がいまして、その人にインタビューとか打ち合わせとかでいろいろ話を聞いていたら、もち麦を今一番力入れてるって言って、もち麦みたいな何ですかっていうって言ったら、あのもち米ってあるでしょって、あれの麦だよって言って、へーみたいな。それもまだピンときてないんですけど、でもよくわかんないし、なんか健康にいいっていうから買って食べ始めたんですよ、そしたらずっと続いてて、今もリピートしていて、今もその松本さんが作るあのもち麦を求めて買っていて、ね、食物繊維いっぱいだし、そう、栄養もあるんですね。白米の25倍という脅威の、うん、で最近なんか注目されてるみたいでね、テレビ出たりとかっていう話も。そう、夏にはあの松本さんのところで、あのバーベキューをやって死ぬかと思いましたよね、私はね。あのバーベキューあの、ね、その農園の中 の,、あの方たちと一緒にバーベキューをやるっていうので、料理を教えたんですよ、その時にあの行ったら激アツで死ぬかと思ったっていうのがありましたけど、でも本当にもち麦は美味しくて、今度ゆうことこづくらの、お野菜大好きでも、もち麦の11月にはもち麦の、ご紹介をさせていただきますけれど、メニュー言ってもいいですか。いいですよ。そう、さつまいもの何で私が言うんでしょうね。あの炊き込みご飯らしくて、私さつまいもも大好きで、ね、いいですよね、さつまいもご飯。はい、もう小桜頑張って作ってますので、小桜頑張って、そうそう、そういえばその小桜の話で言っちゃうと、この前9月4日の新聞に載りましたので、朝日新聞に載せていただきましたので、おめでとうございます。すごい大きな拍手がなので、これでたくさんの方がね、お野菜に興味持っていただけるといいなと思ってますけどね。ね、でもぜひぜひ亜美ちゃんも、あの結婚して料理を作る、始めたということで、ね、でもだいぶ努力してるね。結構ね、あの新しいことにチャレンジする毎日っていう感じで、料理も、いや主婦の人本当すごいと思いますよ。すごいよ、ね、もうなんかバジルどうやって吸っていいんだろうみたいな、作ったんだよね、お野菜大好きで見て、そうお野菜大好きで見て作ってくれるようになったっていう。大瀬先生があのお野菜大好きもやってるし、あのブログもやって、AW でいいんでしたっけ、もやってるし、あと明日でレシピを出したりもしているので、それを取っては結構簡単にね、してくれてるから、それを取っては作って、また新しいメニューを増やして、この間塩麹作って、やった、そうそうね、で少しずつレシピを増やして楽しんでます、そんな感じで、新米主婦ですけど、頑張って料理を作っていますが、頑張ってます、ね、でもお仕事の方も、あの軽サロンだったりとか、あとコミュニティの、忙しいと思いますけど、でもきっとあれですね、何か生活していくっていうことは、そういうふうに楽しみだったりとか、出会いだったりとか、そういうことが あるので、一人の生活者としての感覚も忘れないで、楽しんで仕事いただければと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。大瀬先生ありがとうございました。それでは次にのりりんさんのガーデン朗読をどうぞ。のりりんのガーデン朗読。ここは柏の葉キャンパス2番街のコレクティブハウス前です。朝日ですか童話教室作品集なんじゃもんじゃから、アスペルギルス、辻坂知恵。4月の少し冷たい風が突然ふわっと窓のカーテンを持ち上げて、母さんの机の上の本のページをめくった。そこに現れたページで僕は初めてアスペルギルスの顔を見た。アスペルギルスはしゃもじ型の顔に三段アフロヘア、下に小さな字でアスペルギルスの携帯。しゃもじに目鼻が書いてあるわけではないのに、僕を見ている気がした。手を伸ばそうとすると、その絵は黒くて細い糸の渦のようにページから離れて宙に浮いた。そしてスーッと窓の外に流れていった。慌てて本のページを押さえてみると、
アスペルギルスの絵はそこにあった。本の名前はカビ酵母。母さんは研究所で仕事をしているので、ちょっと友達の家とは違った本がある。母さん、アスペルギルスって？カビの名前。いろんな種類がいるけど、味噌や醤油、焼酎を作るときに役に立っているアスペルギルスの仲間もいるのよ。ふーん。次の日は始業式。5年生になった。5年生は全部で26人。1年生から6年生までクラスメイトは変わらない。大切な親友も嫌なやつも6年間ずっと一緒だ。ところがこの日、担任の岡崎先生は一人の女子転校生を連れて教室に入ってきた。アスペルギルス！その子は母さんの本で見たアスペルギルスそっくりだ。しゃもじ型の顔に三段アフロヘア。外国人？それとも。誰も気づかないみたいだけれど、その子は普通の転校生なんかじゃない。みんなの方を向いて立っているその子の目は、まるで小さな湖だ。すごく透明なのに、深すぎて底が見えない。僕を見ているような気がするけれど、何も見ていない気もする。立っている姿が、ふわふわ少しだけ揺れている。君は、アスペルギルスだろ？その子は喋らない。誰かが話しかけると、ひっそりとした笑顔で首を傾ける。だけどみんなはその子の周りで楽しそうにしている。そしてみんなも、ふわふわと少しだけ揺れ始める。僕は離れたところから心の中で叫びかける。君は、アスペルギルスだろう。その夜、母さんに転校生のことを話した。母さんは一瞬、斜め上を見上げて考えてから、僕と目を合わせ言った。アスペルギルスの精霊かもしれないね。そしてすぐにっと笑った。母さんは時々こうやって僕をからかう。ふざけんなよ。母さんになんか話さなければよかった。それから3ヶ月が過ぎ、窓から見える校庭の照り返しが白く眩しく、いつの間にかすべてが夏の色になっていた。僕はといえば、いつもいつもアスペルギルスのことが頭から離れない日々が続いていた。隣町の塾に行った帰り、線路越しの隣のホームの人混みの中に、ふとアスペルギルスを見たような気がしたことがある。空き地でサッカーボールを蹴っていたとき、誰かが見ている気がしてビルを見上げると、アスペルギルスが窓を横切っていくのが見えた気がしたこともある。もう数日で夏休みというある日の朝、僕は遅刻ギリギリの時間に校庭を通り抜けた。校舎に向かって走る僕の耳にすすり泣く声が聞こえた。桜の木の影だった。通り過ぎる僕の視界の端に三人の人影が映った。白髪を短く刈り上げた老人とアスペルギルス、そして母親だろうか、青いワンピースの痩せた女の人。泣いていたのは女の人だった。教室の中は開け放った窓からの風に、女子たちの高い声と、ふざける男子の体が擦れ合う音と、少し汗ばむような夏の気配が混じり、休み前の落ち着きのない空気が渦を巻いていた。先生があの子を連れて入ってきた。本当に急ですが、お家の事情で山形に転校されることになりました。先生の言葉に、すべての音と空気が一瞬止まり、やがてクラスがざわざわと揺れた。その日の帰り、
僕は自分が変なやつだと思いながらその子の後をつけていた。三段アフロヘアが傾きかけた日差しを受けて黄色く色づいた麦畑のように輝いている。そして歩くたびにゆらゆら揺れる。その子は角をいくつも曲がり僕の知らない街並みを進む。草の茂った空き地をぐるっと回り込むとそこに大きな蔵造りの家があった。紺色ののれんをくぐりその子が中に消える。僕はしばらくぼんやりと立っていた。どのくらい立っていたのかふと気がつくと辺りは暗くなり始めていた。その時紺色ののれんが揺れてその子が出てきた。道わからないでしょ。僕はうなずき二人は歩き出した。声を初めて聞いた。いや違う、声を見た。だって耳はその子の声を覚えていない。目が覚えている。小さな唇から青い煙のように声が見えたんだ。道わからないでしょ。僕はきっと青ざめて震えていたと思う。胸の奥に小さな竜巻が起きたみたいに苦しかったから。いくつ目かの角で僕はその子にお礼を言って別れた。次の角で振り返るともう誰もいない。はっとして僕は初めて声に出して言った。君はアスペルギルスだろう。秋になって僕は自転車で道をたどってみた。結局蔵造りの家は見つけることはできず、行き着いたところは稲穂がたなびく田んぼだった。おーい、アスペルギルス。ハンドルを切って帰ろうとした時、遠い稲穂の間にあの時と同じ小さな青い煙が見えた。アスペルギルス、おしまい。今日の放送はいかがでしたか？次回の放送は9月30日です。今日は新メンバーの秋がお送りいたしました。また見てくださいねありがとうございました。ゲー